一緒にお仕事に行きましょう。なんだよいきなり。受ける依頼も決めてあるんです。はい、これ依頼書です。グレイ様とジュリア2人っきりのお仕事です。先に行って待ってますから、必ず1人で来てくださいね。あ、おいって言っちまった。くそ、これじゃ断りづらいじゃねえか。さあさあ行きましょうグレイ様。二人っきりでお仕事なんていつ以来でしょう。おい、そんなにくっつくな。色々当たってんだろうが。いいじゃないですか、誰も見てませんよ。思いっきりギルドの中だろ、全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと言っといで。二人きりでお仕事か。デート？ちげえよ。ほら行くぞ。声出すんじゃねえ。これで依頼された分は全部片付いたか。大したことなかったな。ジュビアとグレイ様の2人ならもう何も怖くありません。ですからこれからも2人でずっと一緒に。へいへい、仕事が終わったんだからさっさと帰るぞ。もう釣れないんですから。でもそういうところも素敵。あ、グレイ様危ない。何？モンスターがまだ残ってやがったのか。クソ、油断したぜ。グレイ様、お怪我はありませんでしたか？こことかこことか。ベタベタ触るな。安心しろ、傷一つねえよ。グレイ様が無事でよかったです。グレイ様に何かあったらジュビアは。ちょ、待って、抱きついてくるな。離せて。おい、いいじゃないですか、ここなら誰も見てませんから。ここにはグレイ様とジュビア2人っきりですから。余計にダメだ、帰るぞ早く。帰ってきたか。王国も終わったし帰るとするか。お疲れ様でした。この後お前んち女子寮じゃなかったか。そりゃまずいだろ。今日は疲れたしまっすぐ帰るよ。そうですか、残念です。ああそうだ、さっきは言いそびれたが助けてくれてありがとな。おかげで怪我せずに済んだ。グレイ様が無事ならそれでいいんです。いや本当に助かったぜ、お前がいてくれてよかった。それはつまりお前がいなきゃダメだっていう、一生一緒にいてくれっていう。そうは言ってねえよ。ジュビアも一生グレイ様についていきます。シェリア、初代の読み通り。あなたはリオンの愛する人。愛されたくなんかありません。あなたがリオンを惑わせてるの。ジュビアはグレイ様一筋です。シェリア大丈夫か。くそ、めんどくせえとこに来たな。リオン、グレイ様、二人で一気に片付けるぞ。2人で一気に片付けんぞ。2人一緒にどこまでも。愛してるジュビア。新婚旅行はどこになさいます？ダーリン、お前の頭の中はどうなってるんだ。いいか、早くジュビアの目を覚まさねば。目を覚ますのはリオンの方だよ。ちゃつきおって。シェリア、何をしているシェリア、回復だ。行くぞジュニア。はいグレイ様。いっけーシェリア、ぼーっとするな。ウォーターネブラナイスゲイザー。己シェリア、いつまで手握ってんだよ。一生です。来いよ。ほら次の場所行くぞ。はい。さてと、仕事にでも行ってくるかな。グレイ様、ジュピアも一緒についていきます。どっから出てきた。それならば俺も一緒に行かせてもらう。リオン様、一体どこから。お前らな、普通に正面から出てこれないのかよ。つうかリオン、お前どうしてうちのギルドに。グレイ、お前と話したいことがあってな。主にジュビアのことだ。それは、いわゆる修羅場というやつでしょうか。リオン様、もう一度改めて言わせてもらいますが、ジュビアはグレイ様一筋なので。そのことは後で詳しく話そう。グレイ、いいの。はあ、しょうがねえな。どうせ断ってもついてくるんだろう。一緒に行くしかねえか。着いたぜ。この辺りにいるはずだ。依頼内容はモンスター討伐か。まあ俺たちにかかればたやすい仕事だなあ、ジュビア。リオン様、あまり触られては。そのお前、あまりジュビアを困らせるんじゃねえよ。仕事に支障出たらどうするんだ。おっとすまない。だが安心してくれ。そうだな、仕事に取り掛かる前に話しておく。そういや、ジュビアのことで話があるって言ってたな。ジュビア、なんだか緊張します。大魔党王、そしてドラゴンとの戦い、それを通してはっきり分かったことが、ジュビアの心、俺を向いていないのだと。だから俺は一旦手を引くことにする。リオン様。リオン、そっか、そりゃあよかったぜ。グレイ様、よかったって、それはジュビアと結ばれて嬉しいという。お前と色恋沙汰で対立するのはやりづらかったからよ。なんか肩の荷が下りたっつうか。勘違いするな。今のところは様子を見るというだけだ。それに魔導士としてライバルであることは変わらない。これからお前には負けんからな。足りねえだ。俺だって負けるつもりはねえ。リオン様がジュビアから手を引き、グレイ様と仲直り。それってリオン様の気持ちがそちらに向いたという。これは噂に聞く同一なの。おいジュビア、一人で何ブツブツ言ってるんだ。そろそろ仕事始めようぜ。こいつで全部片付いたか。ジュビア、念のため辺りを確認してきます。前みたいに不意打ちされたら危ないので。まあ、あん時は悪かったな。じゃあ頼んだ。はい、お任せを。グレイ、ちょっといいか、話したいことが。ああ、まだなんかあるのかよ。大和党演武の後、どのくらいお前たちの仲が進展したのかと思った。そんなの話せねえ。何、おいそれと人に話せないようなところまで進展しているということか。ちげえよ。話すようなことはねえって意味だ。進展なんかしてない。そうか。まあどう答えを出すかはお前の問題だ。俺がとにかく言うことではない。ただ絶対に守り通せ。お前をあれほど好いてくれるやつなんて他にはいないだろうからな。当たり前だ。あいつはギルドの大事な仲間だからな。それでいい。もしお前が不甲斐ないようなら今度こそ俺がジュリアをもらうからな。クレイ様。ジュリア戻ってたのか。さっきの話もしかして聞いてたか。クレイ様がジュリアのことを将来を誓い合った大事なパートナーだと。んなこと言ってねえよ。どんな聞き間違いだ。やれやれ仲のいいことだ。